皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今動画を撮影しているのが2023年の、7月24日の今夜なんですけども、今日午後ですね、 JR 東日本から発表がありました。JR 東日本の公式発表っていつも午後2時になるんですね。私いつも午後2時になると何かしら発表があるかなと思ってチェックしているんですけど、まあ、今日はいろんな発表があった中で、主に横浜支社管内での発表が3つ相次ぎましたね。まあ、そのうちの1つが南武線の、稲田堤駅の発車メドリーが、変わるということでね、またご当地メドリーが増えますね。で、曲はあの藤山一郎さんの丘を越えてということで楽しみなんですけども、あと2つ車両に関する情報が入ってきたので、今回はそれをね、速報で私もお伝えしてみようかなと思います。はい、というわけでお伝えしていきたいと思います。横浜支社管内のね、ニュースということで車両関係2つ情報が出ました。まず1つ目が鶴見線への新型車両投入についてということで楽しみですね。鶴見線に新型車両が入る、かねてから噂はありましたけども、まあ、予想通り E131 系がね、鶴見線にも登場ということで楽しみですね。E131 系は近年、JR 東日本の地方線区で投入が進んでいる単編成の新型車両ということになっています。新潟地区でね、E129 系という電車が走っていますけども、まあ、これの発展系ということで開発された電車で、現在は3種類走っています。私も昨年、録音でね、乗りましたけども、まずは、0番台が一番最初に登場していてですね、内房線、外房線、そして鹿島線といった房総各線で営業運転を開始しています。で、次が500番台、こちらは相模線でね、営業運転をしています。デビューした頃はね、横浜線直通で八王子まで来ていたんですけども、まあ、系統分離というかね、相模線のワンマン化に伴い、横浜線の乗り入れはね、ほんのわずかで終わってしまってですね、今は橋本茅ヶ崎間でね、走っています。そして3つ目が600番台、こちら宇都宮地区ですね、宇都宮線の宇都宮黒磯間と日光線で走っています。で、この0番台、500番台、600番台ね、すべて2両、4両、3両と編成の数も違いますし、トイレがあったりなかったり、ロングシートだったり、ボックスシートだったり、さまざまな形態があるんですけども、今度、この鶴見線に投入されるのが3両固定というわけで、編成としては、600番台ですかね、雲波も白波、600番台と似たような感じになるのかななんて思います。で、丸みを帯びた電車ではなくてストレートな車体になるみたいなんですけども、まあ、ここに写真がちょっと出ていますけどもね、鶴見線向け E131 系こんなデザインだそうです。鶴見線現在205系が走っています。205系と同じようにね、黄色の帯が入るんですけども、この顔の周りの縁取りがね、青くなるということで、この辺りがね、相模線向けと似たような感じになっています。あとは131というとね、この水玉柄、これも特徴的ですけど、まあ、鶴見線もね、海の脇を走りますからね、こんな感じのデザインになったんじゃないかななんて思います。で、内装とかのデザインも出てましたけども、鶴見線らしい色というわけで、ちょっと下の方かな。もうちょっと下の方に出てきた。こんな感じのね、車内ということになっているそうです。で、現在走っています205系ですけども、こちらは、3両編成が9本の在籍だったと思うんですけども、新型の E131 系は3両編成が9本ではなく8本。なので、現在の車両よりも1本減車ということでね、まあ、所属編成が1本減るみたいですけども、3両編成が8本、24両の、ね、製造になるということで、今年の冬から順次営業運転を開始するそうです。で、鶴見線なんですけどもね、まあ、結構鉄道ファンの方はもちろんご存知かと思うんですが、あと沿線の方なんかはご存知かと思うんですけども、これはね、通勤通学路線という顔は、まあ、あるんですけども、まあ、主にね、沿線にある京浜工業地帯とかね、工場の、従業員の方々のね、利用がまあ多い路線というわけで、まあ、危険の鶴見からね、扇町までを結ぶ本線とは別でですね、浅野から分かれて海芝浦までが結ばれている支線と、
あとは安全から分かれて大川に行く支線、この大川っていうのは昼間電車がなくて朝晩しか電車が来ない区間ということなんですけどもね、まあ、特に海芝浦有名ですね。あのホームから出れない駅なんていう風に有名なんですけども、東芝の、ね、工場と改札口が一体化していて、東芝の社員の方でないとこの駅を降りることができないということでね、有名です。でこの海芝浦ね、あの目の前が海ということでね、すごく有名な駅で、私も最近ちょっと行ってなかったので、せっかくですからね、この鶴見線の新型車両がデビューしたら録音がてら動画も撮りつつ、この海芝浦ね訪れてみたいななんて今思っています。というわけでね、今回の新型車両、鶴見線の E131 系が投入という話題でした。あとは、まだ分かりませんけども、E131 系、噂されているのは仙石線ですかね。というわけで、205系の今後も気になるところなんですけどもね、最近ニュースになってました、インドネシアね、205系って結構インドネシアに行くと思うんですけども、インドネシアが海外、特に日本からの輸入車両の制限がかかってしまってですね、もうインドネシアに海外からの譲渡車両が行かないような感じになってしまったので、使い道がなければ廃車、あるいは3両編成なので富士急行のような地方譲渡、今後もどうなるのかちょっと気になるところですかね。というわけで、まず1つ目が鶴見線への新型車両投入という話題でした。はい、そしてこちらがもう一つの情報です。南武線知って浜川崎間に E127 系投入という話題です。こちらもね、すでに車両が完成しているので、鉄道ファンの方でしたらもちろんご存知かと思うんですけども、南武線に支線があります。南武線のね、川崎から一つ隣駅に知ってという駅があります。この知ってから浜川崎が鶴見線の乗り換え駅になっていますけども、わずかな区間なんですが、この区間を走る南武線の支線ということで、南武支線という名前で親しまれています。この路線、現在は205系が走っています。鶴見線と同じ205系なんですけども、南武線向けは、あ、ごめんなさい、鶴見線向けは1100番台か、鶴見線向けが1100番台ですけども、南武線向けが1000番台ということで、南武支線の205系は2両編成が3本の在籍なんですけども、このうち2本がこの E127 系に変わるということで、9月13日ですかね、2ヶ月後9月13日から順次南武支線でも E127 系の営業運転が開始されるということが発表されました。でこちらはですね、2両編成2本の投入なので、205系3本中2本の置き換えとなり、もう1個の205系に関してはしばらく残るということになります。南武支線の205系というと、浜1、浜2、浜4というふうな3本があってですね、浜1、浜2が鶴見線、ごめんなさい、山手線、総武線ですね、総武線からの転用車、浜4が山手線からの転用車となってます。ちなみに鶴見線の205系3両編成ですけども、これは埼京線と山手線の205系がね、両方使われているということで、大窓小窓が混在しているなんていうのも面白いんですけども、南武支線の205系は、オール M 車 2M0T ということでね、すごく205系の中では加速力がいいというのでも面白い電車だったんですけどもね、今回この転属でやってきたこの127系というのもなかなか面白い経緯を、辿ってきた電車です。 E131 系、今回鶴見線に入るのは新型車両ですけども、この E127 系は新型車両ではありません。これね、ちょっと簡単に経緯をご紹介したいと思うんですけれども、 E127 系というのはですね、 JR 東日本に民営化してから割とすぐにですね、投入された地方線区向けの、ワンマン対応の車両ということで、新潟地区向け0番台と長野地区向け100番台、この2種類が登場しています。で長野地区向け100番台に関しては、今も元気にね、信越線、篠ノ井線、大糸線とかでね、活躍をしています。中央線でも走ってるね。で一方、この0番台の方なんですけども、今回ね、南武支線にやってきたのもこの0番台なんですけども、投入された頃はね、新潟地区の信越線、越後線、白新線、弥彦線でね、営業していました。ところがですね、2015年北陸新幹線の開業で、信越線の一部区間、直江津から妙高高原の間がですね、新幹線の開業で並行在来線は第三セクターになるというのが慣例で、越後ときめき鉄道というね、第三セクターの鉄道会社が発足し、E127 系は13本全部だったんですけども、13本のうち、10本が越後ときめき鉄道に譲渡されました。で残り3本はどうなったかっていうと、3本中1本は
JR 時代にですね、ちょっと事故で廃車になっています。ということで残り2本が JR 東日本の在籍で、まあ、長らくね新潟地区でね頑張っていたんですね。ところが、E129 系統一になったということで活躍の場を失った E127 系、今後どうなるのかいろいろとね憶測とかもあったんですけども、まさかまさかの新天地ということで、なんとね新潟で活躍していた電車が今度神奈川で走る、しかもちょうど2両編成なので南武支線がね、いいんじゃないかなんていうようなことになってですね、この度南武支線の車両ということで帯の乗り換えとか、改造を長野で行ってですね、すでに南武支線で、今試運転をしているということになります。でこの電車はですね2両固定の電車でワンマン運転にも対応ということなんですけども、南武支線での転用には、あんまり大掛かりな改造はしていなくて最小限の改造に留めているということになるそうです。なかなか面白い経緯をたどっている E127 系、私も新潟地区でね何回か乗ったことあるんですけども、関東地方でね簡単に今後乗れるようになるということでね楽しみだななんて思いました。はい、というわけで今回はですね、速報でですね、鶴見線に E131 系投入、そして南部支線に E127 系投入という話題を速報でお話しさせていただきました。冬になったらねこの2つの車両ぜひともね録音しに撮影しに行きたいななんて思ってます。楽しみです。はい、というわけで今日の動画これで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。この度 YouTube PR 用の Twitter アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。